はい、猫とも続きからやっていきたいと思います。今日よく聞いたセリフだと思う。あれ、ゆうたさん、もつ、お昼ご飯食べた？あ、やっぱりレオンたちまだなのよ。ゆうたさんもまだだったらごめんね。もう食べたのよ私もう食べちゃったのよ。もうほら、もうだって今4時ですから。たまにあげます。どうぞ。わあ、楽器を、楽器、音が鳴る。これはタンバリンです。どうやって使うんでしたっけ？バンバンぶん殴ればいいのよ、バンバン。うん、投げるんだよ叩くんだよ。タンバリンって叩くんだ。いい音がしそうです。タンバリン使いながら何か歌っちゃおうか。楽しいな、アイディアです。音楽にするです。うん、そうしよう。タンバリン、センキュー。いっぱい演奏するです。ゆうたさん、ちょっと一息つきませんか？なんかあれだよね、マルコは高頻度で私のことを気遣ってくれるよね。マルコがありがとう。お茶を入れるですよ。任せてください。今はどんな気分です？どんな気分？あったまりたい、落ち着きたい、まったりしたい。まあ暑いし、ちょっとさっぱりかな。いや、すっきり、さっぱり、すっきりかさっぱりだよね。さっぱり。待って、私前回もこれ選んだ、もしかして。ごめんね、ほんとごめん。香りもさっぱりで気持ちをパッと変えてくれるです。お肌にいい成分も入ってて、集中力アップの効果まであるそうです。もう一頑張りしたい時とかに飲むとナイスかもです。ゆうたさんはいつも頑張ってるので無理しすぎないでくださいね。優しい、とても優しい。別に無理はしてないんだけどね。無理はしてないけど、ほんと優しい。とりあえず撫でようか。で、ちょっと今日服買いたいですね。うん、なでなで、なでなで、大技する、大満足。はい、なんだったら、なんかもうミッションあるでしょ。ミッションももはや無視してちょっとこうストーリーをね、ちょっと次々見れるように進めていきたいなって思っております。ほらね、結局ほら猫じゃらし毎回あるから、もう猫じゃらしいいでしょさすがに。うん、とりあえずちょっと服見に行ってもいいですか？はい。あ、間違えた。仕立て屋さんじゃないんだ。ごめんね。すぐ仕立て屋さん行っちゃうよね。ショップで、ファッションね。さあ、何がいいだろうか。カジュアル。まあ、なんか夏っぽいの。まあ、でも、お祭りとりあえず行ったじゃん。花火大会。ってなってくると、次ってちょっと秋っぽい服がいいんじゃないかなって。うわ、かわいい。え、ミリタリーかわいくない？全然あり、ミリタリー。ミリタリー行く？そのアイテム量が少ない。これ買えるんじゃないの？やった、やったけど、ま、季節感はない。まあいい、いいですよ。季節感よりもほら、かわいい。レオンくんがちょっと暑そうかな。まあ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 。ツナチャンネルやりたくなってきた。やるです。やっぱ服買ったからね。ちょっといいねしなきゃ。
いいねいいねいいね。え、夜？皆様、イエスサー。それでここオートにして。レオンだよ。イエスサーです。マルコです。サナチャンネルのお時間です。我々、国名猫部隊のミッションを発表するよ。はい、です。どういう話なんだろうね。新型のお仕事道具を敵の目から隠すこと。はい、耳に隠しておくです。え、ちょっぴり重たいけど任務のために我慢するですと思ったら重くて落っことしちゃったです。あ、新型のお仕事道具がちょっと壊れた。どうしよう。あ、でもこれでもう敵に取られても大丈夫です。そりゃ壊れたら使えないけど、これでいいのかな。ま、いった、今日はここまで。次の配信をお楽しみに。バイバイナです。ごめん、話ど、うん、うんまあ、いいんじゃない。うん、いいと思いますね。わかんないけどね、どういうシナリオだったんだろうっていうね。じゃあご飯、そうだな、そうだな、猫まんまって何回作った？私一回ね。今日猫まんまにします。そしたら一個増えるよね。はい。やばい、ちょっと混ぜ混ぜです。もっとスピーディーにいかなきゃ。ぐるぐるです。本当に混ざってる。それ横に叩きつけてない？なんか横に動かしただけだよね今ね。シュッシュッシュッって。いいんだ、ありがたい。これでさえもらえるのありがたい。うん、ご飯ご飯いただきます。なんか給料日前って感じそこまでカツカツに生きてたらやだよな。うーん、まあでもあるよね、そういうのもあるよね。ごちそうさま。よし、そうね、とりあえずエピソード1個見ようか。花火大会行っちゃったね。行っちゃったね。家族旅行行っちゃいました。ドキドキだったよ。でもほんわかなドキドキでした。縄張りの外大丈夫だったね。はいです。一人だったらきっと行けなかった。でもゆうたさんとレオンちゃんと家族と一緒なら行けたね。はいです。家族一緒だったから縄張りの外に行く勇気が出たんです。それって大大大発見。ゆうたさん連れてってくれてセンキュー。ゆうたさん連れてってくれてセンキューです。ねえねえ、これならレオンたちだけでも。ちょっと危なくない？猫だけで行くの。ちょっとなら縄張りの外にも行けちゃうかもよ。そうですね、ちょっとの遠くなら大丈夫かもです。ねえゆうたさん、猫たちの縄張りの外でちょっとのお出かけにちょうどいい場所ってどこかな？猫がだって縄張り以外に出るときにいい場所って何？この辺りはどうかしら。ねえ、なんでナンジャタウン入ってんの？え、ナンジャタウンと何これ提携してんの？そういうこと？マクドナルドでしょ。マクドナルド、うん、ちょうどいい感じする。ワクワクだけど、ドキドキすぎない感じがいいです。そうだね。
まあ、仕切りすごい低いからね。うん。また、家族旅行、行ってみたいね。マクドナルドとか。あ、待って。旅行って範囲でマクドナルドって言い出すのはちょっと、違うよね。ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ、遠くに行けたらニャンダフルです。ほんと、気の利いたこと言ってあげればよかったな。マクドナルドがちょっと、なんかしょぼいですよね。しょぼいとか言っちゃった。しょぼいですよね。レベル3、前回山のさ、このスナップさうまくいかなかったからちょっとやろうか。いいねもらおうね。いやマジそれね。うん、2人とも頑張って。なんかちょっと映えなちょっとどっちだどっち。何もしんのかい。ああ今の取るべきだった、ごめん。登りはしないよねきっとね。ちょっと2人でなんかするとか。お、来た、釣り。これ完璧でしょ。完璧完璧。映えてる。いいね、これもいいね。うん、潜ってはいない。釣れない？釣れた瞬間とかあったらいいんだけど。あ、釣れませんでした、悲しい。ちょっとやっぱ、あ、またやるぞ。これがちょっと微妙かな。飛ぶ瞬間だよな。うわ、いいね。え、なもっとジャンプしたみたいなボーナスくれてもいいのにね。さあレオンくんもちょっともうちょっと映えよね。うわ、マルコ映えるな。この子分かってるよな、何をしたら映えるかっていうのを。さすがだよね。やっぱそうだよね、これだよね。うん、私もそうかなと思ってた。うん、よし、8000でしょ。とりあえずこれふわふわ。はい、思ったより少ないかも。ではこれじゃない、はい、そうだよね、やっぱ映えるよね。うん、よしよしよし。まあ空き缶もらってんのちょっと嬉しくはないけどね、はい、まあこれじゃない、はい、やっぱり猫はいい。微妙にいかなかった、マジ。幸せの水別にいらないんだよな。こんなこと言っちゃいけないよね。うん、いけない。この頃どうしたなんだフルなことが一体。ゆうたさんが猫たちのやりたいことをできるようにしてくれてるからです。センキューの気持ちを伝えたくてこれを作ってみたです。なんでしょう、いいものかな。うわ、ミサンガ、なんか時代を感じるな。今もうミサンガって絶滅危惧種だよねきっと。
ね、猫とお揃いか。最低。ラブ。センキューです。動画でミサンガの作り方を見ながら作ってみたの。待って、それにしてはクオリティすごい高くない？ねえ。ラブって言ってもらえてハッピハッピハッピーです。ユウタさんとお揃いの身につけるものがあったらね。いつもユウタさんと一緒にいるみたいな気持ちになれるかなって。そんな風に思いながらミサンガ作り頑張ったです。レオンたちの気持ちが詰まったミサンガだから、よかったらつけてくださいです。ミサンガって足だっけ、つけるの。そうだよね。表彰状。え、何？ゆうたさん、突然。あなたはニャンとニャンスタを見てご褒美をたくさんゲットしました。記念と凄さに表情を送りますです。え、何？私やっぱあれだった、インフルエンサーだったってこと？わ、本当にインスタだな、ね、今の気持ちを聞かせてください。です、ハッピーハッピーハッピー。いろんなニャンスタがあったね。ふふふ、どれもニャンダフルな思い出ですね。なんかもう思い出を振り返り始めて終わり？ニャンスタ終わり？ユータさんとマルコちゃんにニャンスタの面白さを教えてもらっちゃった。サービス終了するのかな。これからもニャンダフルなニャンスタ写真をいっぱい見たいです。すごいね、今日いろんななんかエピソードがバンバン起きますね。うん、ミッションね、はい、どれですか。あ、めっちゃある、はい、よし。貝殻1、小石0。え、小石0、そんなことある。釣りでもする？じゃあたまにはね、まあ、ここまだ釣ってない魚いっぱいいますからね。そういうの釣るのありだよね。はい、暇だ。間違えた、ごめん。はい、え、金のサワガニ。金の生き物いっぱいいるね。暇だ。とう。取ったぞ。金の鯉。お金が稼げますからね、これね。レベル4までは行きたいですね、とりあえず。もうこれなくなっちゃう。もう金釣れない。はい、ニャンダフル。うわ、最悪、サワガニだった。せっかくなら釣ったことないのが欲しかったけど。おっ、やった。そうね、ここ行く。頼むよ、釣ったことないやつね。頼むよ。暇だ。はい、取ったぞ。お、やったやったやった、いいね。マロアナが野生でいる川ってのは本当に怖いなとは思うんだけどね、うん、生態系が多分破壊されてる可能性が大いにあると思うんだよね、うん、食いついてます。食いついてます。やった。え、今日調子よくない？図鑑がどんどん増えるわ、うん、
やだ、ここも行きたいよな。はい。今です。やったです。あ、まあまあ新種だよね。もう新種だけど、ま、終わるか。手釣り終わるか。だいぶ釣ったよ今日だけで。ねえ、魚を釣るあったんだ。魚系ミッションね。お魚6級。はい、ではでは、とりあえずエピソードいきましょう。木めっちゃ成長してるじゃん。今日も木元気そうでハッピハッピハッピーです。ちょっとだけ見えてたお顔がもっと見えるようになってきたね。ぐんぐんすくすく大きくなってほしいです。毎日のお世話は順番こでしてるけど、他に木のためにできることってある？まあそうね、草確かに取った方がいいと思う。お庭の草取り、そういえばちょこちょこした草が生えてきてるね。お庭は木のお家です。だから綺麗にしておかなきゃですね。木のお家を綺麗にするんだね。お家が綺麗になったら木もすくすく育ってくれるです。よし、お庭を綺麗にするぞ。気合だ。どうしたどうした、どこで聞いたことあるぞ、その気合だってちょっと熱苦しい感じ。気合、気合。え、多分テレビ見てなんか感染したのよ。ふう、綺麗になったかな。綺麗になったと思うです。順番このお世話の他にも時々みんなでお掃除だね。みんながいると木も嬉しそうなお顔に見えるです。草取りしたら喉カラカラね。いっぱい動いたですからね。こんな時は飲み物よね、ゆうたさん。お外で飲むのにぴったりな飲み物教えてほしいな。私に飲み物聞く？最近の私は、どうしよっかな。最悪だよ。最悪だけど素直に書くね。さすがにフル尺書くのはちょっとあれかなと思って、エナドリエナジードリンクね。いや、エナジードリンク入れれるか、入れるか。いや、まあね、あんま飲みすぎもくないですけど、私はもうエナジードリンクないと最近本当にもう元気が出ない。元気っていうかもうやる気やる気スイッチがまあ入らないのよね。なんでだろうね、不思議だよね。エナジードリンク。何でもいいんです。ゾーンでもいいし、モンスターでもいいし、ちょっとレッドブル私あんまり飲んだことないからあれだけど。エナジードリンクね。うん、お外で飲むのにぴったりそう。ちょっとカフェインの量がさ、猫的にもゲームオーバーなんじゃないかなと思うんだけど、猫ってそもそもカフェインダメだよね。風で毛並みをそよそよしながら飲みたいです。エナジードリンク、冷蔵庫にあったよね。持ってくる。それダメ、私が夜飲むやつだから、うん、みんなでお外で飲みましょう。そうしよう、やべやべ。そうしよう、お外で飲むと特別な感じ。あ、そうだ、なんです？今日はエナジードリンクだから、今度はお庭でご飯食べてみたいな。そうね、ご飯の方が平和でいいと思う、うん、ピクニックみたいでニャンダフルです。次はピクニックしようね。木にもお水をあげながらみんなでご飯食べたいです。ふう、危ない危ない、 いや、よくないって。本当にエナドリなんてね、外で飲むんでもない、まあ、まあ飲むけど、どっか出かけてる時とかね、増えてる。だからもうこれ次増えるね、ちゃんとね。お腹空いてる？どう？
食べる？あ、出た。トントントン来るよ、トントントン。やっぱ一回トントンってやらないとね。はい。トントントン。トントントン。よいしょ。トントントン。トン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 。トントンです。はい。え？またこれ？苦手なんだよな、この順番に押すの。混ぜ混ぜです。星形になってる。ぐるぐるぐる。誰がやったのあれ？まあいいんじゃないですか。うん。うわ、せんてん。うん。ご飯、ご飯、いただきます。熱いよ、絶対。うん。ごちそうさま。これでもご飯の量だいぶ増えたね、こう見ると。でもこんだけか、言うてあと半分ぐらい。うん、いやちょっとまあこういうのやっとく。でも私がね、欲しいアイテムがねないんだよね。一番欲しいのはやっぱ石とかだから、ちょっとね、目指すです。はい。早く始めたいです。ななな。そのカード引くとカードが揃っちゃ、はい、そのカード引くと揃っちゃいそう。にないです。とりあえずジョーカーを引かない。カードが揃うの。よし。カードなんつったの今、カードソロカードって。いないです。うわ、引いた。強。わーい、負けちゃいそう。よし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 。これしかない。七ないです。よしよしよし。カードがソロの、負けちゃいそう。よし、勝った。はーい。お疲れ様です。あれこれ、あ、楽しかった。うん、そうね。よし、これコンペイトもらえるのありがたいですよね。ではでは、パトロールしとく。そうだね、あの、え、石欲しいからこっち行くか。石拾うぞ。始めるです。お散歩だね。1個でも取っといた方がいいか。はい、散歩散歩、ナフフ、ゲット。1,2,3,4 行こうか。4ってあったっけ。4あるね。はい、喉乾いてない。紳士じゃない、喉乾いてないって。カラス、うわ最悪最悪。ね、本当に下手なんだけど、なんでだろうね、異様に下手なんだよね。な、よかったです。ワクワク3かな。うん、暑いです。本当に。本当に暑いです。見つけました。頑張るぞ。ああ、どうしよう。4出すか。4だよな。異常なし。やっぱ久々に会っとかないと。
まあ何でもいいですよ。ワクワク。喉乾いてない。どんな問題？どんな問題？ボール。少ない。思ってたより。2個しか手に入らなかった。やったー、ゴールだ。駅前にゴールするのは4回目です。ゆうたさんも縄張りパトロールに慣れてきた？一緒に来てくれて嬉しいです。これね、パトロール中に見つけたプレゼントなの。どうぞ。です。あ、ありがとう。餌ありがたいね。あの人、うん、おもちゃを持ってるです。ほんとだ、駅前まで来るとキャラグッズ持ってる人も見かけられるんだね。よし、ということで、まあ、とりあえずエピソード1個見れる分溜まってるので、まあ、次回でこの今何時台だっけ忘れましたけど、あ、踏み切してる。まあ、とりあえず、まあ、次回でまた大きいエピソード見れるんじゃないかなって。大丈夫、ぶち壊しちゃダメだよ。振りじゃないからね。よしよしよし。あー、はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。